絶対絶命都市2男女2人で実況プレイまとめたよまとめたな。そう、おいおい、びっくりしたな。やめてほら、橋ヘミー先生、やだこっちへおいで、やだ助けて、ここに移動できないの。えっ、あ、捕まった。多分ね、移動すんだよ。移動。移動かな。うん。登らんでいいか。登らなくていい。あのまま矢印使って移動して、スティック使って移動して。うん。もうそれしかないでしょう。消息不明になったってことやから、もう大変なことになったよ。先生の目の前で女の子が連れ去られてしまったということですか。ヒガちゃん、なんとかして、ヒガちゃん。それか、スタジオどっか行けるとこあんのかな。バッツを押してね。こっちへおいで、右に行くぞ。いけ。スルスル行きすぎ、サスケ、サスケバリ、サスケバリ。上がって、ヒガちゃん助けて、お願いから。あ、ヘミ先生が変なことしてきます。ねえねえ。綾野さんのいじめより怖いです。どうしましょう。圧倒的に怖いな。ああ。死ね。よしよしよし。なんだこのさ。警察思い出すな。警察っていうか、なんて言うんだろうな。ブラックタワーみたいなね。確かに。めちゃめちゃ怖いよ。怖すぎる。もう何よりも怖い。。はぁ、あ。いや、もう、綾野さんのいじめ。ああ、綾野とかもうどうでもよくなってきたな。うん。可愛いもんやで、あんなもん。うん。はあ、だって消息不明になるからね。そうですよ。捕まったら。そうですよ。はぁ、あ。ヘミ先生のことは、仕方なかったのよ。いや、そっちじゃない。違うね。そっちじゃないね。みんなのうふとか言ってたやん。私のこと変な目で見てるんですけど、そっち気づかんかったかな。気のせいでしょうか。おい、ミニスカ履きやがってよ、先生のくせによ。先生。ミニスカ履いてよ。絶対いじめられる。これもいじめられる感じのんの。何あの先生、ミニスカートとか履いて、男子の目を引くとして、という感じやろ。本当だよ。あ、なんかある。外だ。これでも落ちたからね。え？あ、体育館の上や、これ。あ、本当だ。あれ？なんか組体操してない、ほんで。してないだろ。何これ、何してんだろ。今日わからへんわ。上行けるけど、本当にも下行かなきゃいけないのか。多分下やんな。で、これ多分行けへんやろ。あ、なんかある。人取って。あ、組み立てはそっちゃう。なんかバテてるやつおった。あ、なるほど、ね。どうせコンパスやろ、これ。え、どういうことなまあったかいコンパス。わけがわかんないんだけど、何ラフラーじゃなくて何これ。え、何これ何なんこれ、何なんこれ。歯ですか歯じゃねえな。おじいちゃんってこと？おじいちゃんじゃない。ポリグリップみたいな。どうやって変えるの？これか。見れる？これで。ポリグリップみたいな。生温かくてトロトロのコンパス。怖い。お母さん怖い。何が？怖いお母さん。え、何？やばいって。やばいよ。何それ。生温かくてトロトロしたもの。なんだ。ポリグリップみたいな。なんか入れ歯とかにこう振ってるカバーみたいに見えるんだけど。絶対おじいちゃんやんな。うん、なんかお茶のさ、湯飲みにさ、入れてさ、ポリグリップしたままさ、置いててさ、おじいちゃんまじ飲んじゃうみたいな。おじいちゃんまたそれ入れたまましてさーって。もうこのゲーム怖い。うん。ダーンク。このゲームダーンク。このゲームやばいなー。やばい。そういうの出してきちゃうの？入れ歯。あ、だいぶ死んでるよ、死んでるよ。みんなどうした？日賀先生。はい。すみません。遅れてしまって。どうした大丈夫か？ちょっとインフルエンザ。あ、そうかも。インフルエンザ流行ってるとか言ってたやん。言ってた。みんなは先にジョンの時に言ってましたよね。もう少しでインフルエンザが流行っていて大変ですか。あ、なるほど。先に給料されてんて。あ、でこの頃は遅れてんねや。それまでここで待っていましょう。感染しちゃうよ。うん、絶対やばい。悪いが。なんで？ちょっと外の様子を見てきてくれ。なんで？先生調子悪いから。体育館の扉の鍵だ。頼んだよ。なんで先生生徒にそんな危ないことさせるの。伊賀さんと話したかったんか、お前は。あそうか、二人きりして、ね、先生同士か。なんで学校の先生怖いじゃん。まあ、めっちゃ怖いねんけど。パンツ見えてるよ。サムネ用ね。よしこれで矢印気になるから、これでホイホイして、うん、サムネホイホイして、ちょっとどけ。どけこら。何ちゃいちゃしてんのお前ら。誰それ。
休憩したでいいね、いいね、いいよ。で、こっちは、恋して恋ろ。あったまろ。で、おい、先生。近い近い近い。サザの確認に触るんだよ。ここやら面白いことになると思うんだけど、怖い怖い。気をつけてね、危ないと思ったらすぐ戻ってくるね。なんで一緒に来てくれんの？フラグじゃねえか。次のヘリは来ないのか。何で俺が呼んだん、ここ。あ、やばい、みんな病気。もう。やばい、みんなゴホってる。女の子は？弾く？私も演奏できたらな。願望でしたね。じゃあ怖いけど行くか。え、絶対ヘンミ先生来るやん。いや、いるでしょ。ヘンミ先生どうせ不死身やろ、あれ。そうですよ、不死身先生です。名前違った。ヘンミじゃなくて不死身先生です。はい、あいつはね、絶対にね。あ、オッケー、開けられる？うん、開けて。いるもんだ、あいつ絶対。あいつから逃げるゲームだもん。え、待って待って、宝石女がいる。やべえ。やべえ、やべえ、やべえ、やべえ。え、もういろいろ怖い、いろいろ怖い。もう怖い、怖い人ばっかりいんねんけど。いろいろ、ああ、いろいろ怖い。サムネ用ね。いろいろ怖いよ。さっきのパンツどっちを選ぶか。ああ、怖いよ。怖い。あんた、私に似てるわね。え？顔が？顔が？ここで何をしてるんですか？ここで何をしてるんですか？エリを待ってるわね。あ、そうなんだ。本当によく似てるわ、ね。え、怖い、怖い。これをあげるわ。え？え？頑張るのよ。宝石何？何くれんの？やった！やべえ、ルビーもらっちゃった。めちゃめちゃすごいもんもらったで。え？似ててよかった。もう話せないの？本当によく似てるわ。まばたき地味にしてた、さっき。あ、ほんとだ。こんばん。ありがとうございました。そしてここに入れますね。え、なんなの？あなたもやっぱいじめられてたん。てろな。まあ、あんだけ怖かったな。これ持っといた方がいい？一応持っとくか、これはな。そうだね。え、サラダ油は何？不純物の少ない食用の油。何すんの？料理する？料理かな。いや、でも今までいらなかったじゃん。何何？いや、もうとにかく怖い。だから、この子の回が怖い。怖い、今回マジホラーやんな。うん。まずあのコンパスむっちゃ怖いもんな。コンパスだってもうポリグリップだもん。入れ歯やもん。あれ、爆発しちゃうじゃない？これいける？えぇ、ー、ピコンピコンしてるじゃないの。あ、やべ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 。あー、カン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 。つい何？ピコンピコンしてるよな。行っちゃダメなんじゃないの、それ。あ、行けへんかな、これ。うん、死ぬよ。死ぬようなもんだよね、これね、多分。あ、死ぬかな、死ぬかな。死に行くよ、ほら。こっちから行こう。あ、ウェッティ。え、なんなんこれ、なんなんこれ。わかんない。これ何すんだろう。デンジャー、デンジャー。とりあえず一回戻って、不審者いましたって言いに行くか、とりあえずな。そうだね。私に似てるって言ってる不審者いました。あ、やばいやばいやばい。大丈夫？怖いよ。ちょっとウェッティやからね、温まれたよ、とりあえずはね。温まる。温まる、温まる。もうなんだろう、怖いよ。ああ、怖いな。宝石くれたおばさんがいるんですけど。あ、一回セーブしていい？ちょっと。いいですよ。食事しよう。できない、できない。セーブしよう。できない、できない。もうない。パニック、パニック、パニック。パニック、パニック、パニック。怖いよ。さて。はい。報告しようか。はい。怖かったんですけど。お、いけるね、いけるね、オッケーオッケーオッケー。え？はぁ！来た？なんてことだ。え？え？声違う。この声は、そして。声は違う。有名な人ですよ。え？痩せ細っちゃった？声が消えた今。痩せ細っちゃった？ヘンミさん。あ、ここまでの事態になっているか。あばせあばせ。もうおしまいだ。アイくんって言うかな。あなた誰ですか？いや、アガサでしょ。アガサさん。アガサでしょ。それでまあ誰ですか。あの、あなたは病院の先生？忘れたのか、新一。こんにちは。アガサだよ。本当にあの男の手を借りなければ。ほう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 。コナンか。新一か。君たち、とにかくこの町から脱出するんだ。一刻も早く。ほほ、え？誰やね。なんでなんでなんで。この水は。この町はどうなっているんですか。一緒に逃げましょう。一号館の屋上にヘリが来るんです。私は逃げることはできない。
それに逃げる権利などありはしない。なんだよもうみんな。私はここに残らなければならない。君たちは早く逃げるんだ。なんだなんだ。比嘉先生。笑いしかね、はい、そうですね、屋上に行きましょう。なんだなんだなんだよ。なんか次から次へ登場人物多いし。なあ、え、女の子どうすんの、ほっとくの。え、あ、ああ、お前やったんか、綾野さん。助けて。ああ、あの時、あ、思い出すわこれ。ほら早くしなさいよ。思い出しちゃった、思い出しちゃった。このシーン、ゆりさん許してあげるって言ってんのよ。でも私何も。何かしたとかしてないとかっていう話じゃないの。あ、そういう問題じゃないと。生きる価値のないあなたを許してあげるって言ってるのよ。そんな、えぐい。どうするの。私は別にどっちでもいいのよ。馬じゃないんですけど。お願い。足がフラフラして、屋上まで。まあ助けてあげたいですよ、こういう時はね。冷やかな目で罵る。もうね、これね、私でいいんですかと聞き返す。真面目に行くで。まあいいよ。このね、うま子はね、そんな冷たい子になっちゃダメ。あやのを助ける。行け行け。 ありがとう。これで本当に親友になれたらいいんだけどな。なあ、行こう。てめえよ、うん、スカート短い。そう、じゃああなたを天美先生に、ま、生贄だよお前は。そうだ、お前は生贄だ。お前をおとりにして私は逃げるつもりなんだぞ。いい、博士、博士ちっちゃくしてこの子。アイ君、アイ君、アイ君、アイ君にしてくれこれをよ。頼む、アイ君好きやろお前。先生な。私はここに残らせてもらう。私にはまだやらなければならないことが。あ、そう。そうか。あ、そう。宝石女いる？いるわ。え、なんかね、ピカッとしてんけど。なんだろう、一瞬ピカッとしたね。なあ。本当によく似てるわ。間、間、頭の間。あ、どこ行ったの？屋上に行きたい。ね。あ、ボートある、ボートある、ボートある。ボートに乗る。乗ったんやかな？いける？乗れ、乗れ、乗れ、乗れ。乗れない。乗れ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 。あ、これあのじいちゃんが乗ってきたのか。あ、じいちゃんのせいだ。あ、OK、じゃあ中入って左、そこの階段乗れないか、それ。おお、これいける、これいける、うん、ナイス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 。そこ行こう。ここや、ここや、絶対ここや。崩れてよかったんだ。なるほどね。うんうんうん。でそこの出れんねやな、これな。OK OK 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 OK。ここは出るんだ。どっから行くねんな。うんで屋上に、あ、コンパスかな、あれな。あれコンパスだ。すまん、あやの、ちょっと待て。あのちゃんと一緒に死ぬかもしれない、もしかしたら。ね。本望でしょう。本望でしょう。あー、怖い、雷。スペランカー先生。誰先生って。スペランカー先生、お願いします。じゃあ装備変えますか。顔、生首なもんだって。やっとあのわけわからん怖いコンパスからおさらわできたな。生首だよ。生温かいコンパスやったっけ、さっき。何でしたっけ、あのね、あれポリグリップです。ここ左だな。ここ左ね。オッケーオッケー。よいしょ。いけるかい？で、この穴ね。さあ、そこに入る。よし。で、屋上に行くと。お、よしよしよし、あったまるよ。よし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 。よし、あったまりまーす。いやー、変身が来るかと思うと、ほんと怖いね、でもな。いや、大丈夫、こっちには綾野がいるからな。そっかそっかそっか。困った時に差し出すよ。ポイってしたいだけやんな、ポイってな。これがいいんでしょ？ああ。え？違う。違う。あ、こいつ入っちゃう？変質者。かっこいい人。あ、かっこいい人。屋上に。これで救助ヘリが来ますよ。って言ったらいいから。屋上に救助ヘリが来ますよ。うん。あ、うん、先生、この人探してたよな、この女の人な。そう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 。よい。一緒になれたん、やっと。な。妹？すまないが、俺にはええことがあるんだ。どこまでも、どこまでも中二やな、こいつ。うん。お姉ちゃんは？ごめんなさい、私たちのことは気にしないで。いや、この二人は死んでんちゃう。
あ、実はそしたら多分死んでるやつや。そうだな、うん、多分幽霊系や。これで私たちもやっといけるわね。やっと出会えた。そうだな。なんかすごい響いてる。大丈夫やばいやばい。どっちだろう。あ、女子トイレでちょっと水かけるか。オッケー。おい、お前そこ入れ。女子トイレ怖いな、でもな。トイレは怖いな。それ何？あ、白い猫。なになに？あー、画面が真っ暗どころじゃなくて真っ白だったよ。猫。猫だった。あ、猫見えないな、ちょっと微妙にな。ちょうど多分ね、雷とかぶったんか。くっそ、雷別に室内いらねえから。ミンココンパス。日本が違ったんです、猫型のコンパス。おい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 。何が猫型じゃん。猫型。あれを連想さすな、あれをよ。ね、上行けないね、でもそれ、ね。行けんの。明日行けない。下行けんの。うん。どこ行くね。ここじゃないな。おいおいおい、逆だ。どこ行ってんの。戻れ戻れ、奥だ。あっち逆か。逆だな。オッケーオッケーオッケー。いや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 、あいつらほっといていいんや。もう雷かぶるとかすごいゲームやな。ねえ、白くしなくていいからさ、室内は別に。失礼しまーす。この二人はイチャついてるだけか。だけだったんかな。いや、そこかな。そっちから行こっち側から行ったらいいかな、うん、多分。うん、でもどっかに階段だろ、階段。お、男子トイレか。あ、階段あった、階段。男子トイレ行く？怖いなー。ヘンミさんいる？やばいやばい、いるぞ。トイレと言ったらヘンミ。いやー、怖い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 。なんもないなんもない。怖い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 。あー。上ね。絶対追跡者として来んねやろ、あれ。あいつ来るよ。やめてくれー。あ、バラバラ言ってる、バラバラ言ってる。あ、飛行機。ヘリコプター。またトイレ行かなあかんの、俺。行かなくていいよ、別に。あ、アイテムあるかもしれないから、ね。あるかもしれない。でも、ダンソリアのとアイテムは嫌じゃないか。そういうないだろう。ないない、ポリグリップコンパスあるかもしれんよ。いや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 。あれ、光るのやめてくんないかな。白いのやめて、白いの。みんな画面から離れてみてよ。ピカチュウ現象になるから気をつけてや。それそれ、なんかあるな、奥にな。オッケーオッケー、任して。あ、あれ、一緒に行くからね、これ、うん。めっちゃ息合ってる、この人。なんかあれみたい、二人三脚。な、二人三脚の逆番。これやばいやつ、これやばいやつ。亀裂、亀裂。いや、わからんけど、これさっき被害全く受けへんかったけど、ちょっと急いだ方がいいんじゃないかと私は思ってる。危ない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 。先先先先、ゴー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 。水だったわ。水だったな、アイテムと思わせてな。はいはいはい、あ、階段、うん、女子トイレ見る、ごめんごめん、みんなトイレに行くことによりなんもない、ごめんごめん、もうごめんごめんごめん、な、これだけでもちょっとやっとかね、またあのコンパスあるかもしれんから。オッケーオッケー、行くよ。下は下、下行ってみたい。はい、よし、つかたつかた。オッケーオッケー、ね、ピカってする。さあ、ヘリが来てるぞ。トイレあんの、よし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 。あー、嘘、やめてや。 あ、やばい、おい、落ちたぞ。助けれた、助けてるよね。間一発、間一発、来い。多分ブルブルしてると思う。ブラブラブラって。来い。いけるいける。うん。引っかかって引っかかってる。引っかかってる？うん。あ、ナイスナイスナイス。え？え？この他の構図。え？いやいやいや、手伸ばして、手伸ばして。あの時じゃない。そんな時に終わらせないでくれ。お願いだから。お前助けるって、助けるって言ったじゃん。どんどんこの子黒くなってきたな。あれ？もういいじゃん、別に。それ後で言えよ。綾乃さん、どうしますか？どうしますか？みんな、そんなに心配しなくても大丈夫よ。彼女、頭がいいから。自分が生きてることで、みんなに迷惑かけたせんといて、こんな時に。このまま、うやむやにするなんて、無責任なことはしないわ。ねえ。それなら今すぐには無理でも、新学期には。そうね、さすがにその頃には、その頃には私たちの前に姿を現すなんてことしなくなるでしょうね。何の恨みもないわけだろ。でも周りは、これはね、助けましょう。冷ややかに笑う。もうこっか2話目から下がもう完全にね、まあ、どす黒いんすよ。助けましょう。ここまで来たら助けあげます。今までのこと、ごめん。ほら、謝ってるじゃない。お前もなんか現金のやつやな、でも。私を許してくれる。これ手離したらどうする？許さないか、助ける。何も言わない、考えない。全て許したろ、うん、真面目だよ。のことはもういいです。うん。あなた、まだそれで、なんて優
優しい人いじめられたらもうこいつはこういうやつだってなるからね。ありがとう。でも今いじめはねもう警察に行ってもいいですからね。勝てますよ。勝てます。民事裁判でね。何の話してんね。だから強く生きようぜ蘇我よ。な。蘇我よ。うん。いや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 。これね、いや、よくしてあげて仲良くなって、本当に向こうが信じてくれた時に突き落とす。これが、それや。そう、復讐である。うん、復讐完了。そうだ。復讐の時まで。ヘリに乗って、よくあるやつね。いい子を演じます。よくあるやつね、はい。あるある。待ってた、この時は。そう。長かった、10年。これで終わりか？本当に長かった。とかいうやつやろ。終わるやん。あれ、終わり？終わるやん、これ。あ、ヘリといえば落ちる。あるやつだ。あ、ランチャー呼んでくる。ロケラン飛んでくるぞ。ヘンミ先生やな。あー、ヘンミラン。ヘンミ先生、全然何やったん、あいつ。あいつ、ただ変質者です。あ、ほら、ヘリ落ちてるやん。ほんまや、一個。ヘンミの仕業。ヘンミの仕業。いや、乗ってるかもよ、ヘンミ先生。え、これもしかしてほんまにナレーション来るぞ。え、終わり？てんてん。うわ、終わったし。はははは。思い出。思い出きたー。いじめの話しかなかったよ。思い出、なんでこんなこと思い出すん。いじめしかなかった。はい。ひどい目に遭っていたんです。曲。わけもなく言いがかりをつけられた。トイレで水や雑巾をかけられた。暴露本これ。そうだね。暴露本。名前出してるもん、綾野さんに対して。暴露本。綾野は逃げられない。もう。でも災害が起きて、私と綾野さんの関係が変わったんです。まが？綾野さんが。体育館で私に助けを求めてきたとき、私はすぐさま彼女を助けて、いやこの時にね、すべての犯行を思いついたやろ。うま子はね、そう。知れた。10年後の犯行を思いついたわけね、これで。ここからつけようみたいな。崩れた階段で綾野さんが落ちそうになった、うん、綾野さんは。私に助けを求めてきました。ほら、うんうんうん、助けを求めてきましたっていう言い方がもう上からやね。上から、うんうんうん、助けあげました、うん、そう。許すことにしたんです。許すっていう字がまたこの許すってすごい。許すことにした。御社のシャアやで、ほんと。曲ギター入ってますよ一応。終わった。終わりました。ええのこれ。ええー、ですわ。あ、でも宝石ももらったしね。そうや、そうや、そうや、そうや。いい子で終わったんじゃないですか。そうやね。うん。うん、もういい子で終わったけども、10年後ね。まあ、しっかり計画は。いや、もうね。やりましょう。綾野は、きっと。あ、もうヘリから落とされてるか。いやいやいや、綾野は霊場なんでね。ああ、そっちね。ええー。そっちか。絞るもの絞りますよ、この子は。絞ってからの。はい。玉残しね。玉残しっていうか、まあ、絞りに絞って、どんでん返しですよ。どんでん返しね。そう、変わります。だからいじめはしちゃいけないのよ。そこでそれか。うん。どんなまとめ方やね。よくないよ、まあ、こうなるとは思ってないよ、あれのも、うん、確かにな。うん。さあ、はい、じゃあ次のキャラクターは来るかな。次あるんですか。中二病来るかな。まあさすがにそろそろ来ないとね。まあ男女男女来てるんで。そう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 。次男じゃないと納得いかないよね。納得できないですね。ソガヘンクリアって書いてたで。あ、本当ですか。ではこれで最後じゃないよね。これで最後だったらちょっと。いや、まだもちろんあるでしょう。いきますよ。はい、いきます。ありますか。はっ、きたー。これ最後っぽくない。はてな、はてなってなってる。お前は記憶喪失者だから。中にあったんか、お前。記憶喪失なんだ。で、目がうずくんや、たまに。そうだ、俺の右目がうずく。俺はなんでこんな服を着てるんだ。だから医者って言っても、わからんかったんか。医者？俺が？みたいな。言ってた言ってた。どこ見てそう言ってんだ、お前みたいな感じなんだ。というわけで、はい。うまこ編終了。終了です。いじめの思い出を語って終了いただきました。うまこさんには。最後までご視聴本当に皆さんありがとうございました。ぜひコメントね、いじめに対するコメント。ご評価、チャンネル登録などお願いします。次回はね、この記憶喪失を攻略していきますので、はい、ご期待ください。はい、それではまた、バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いします。
チャンネル登録をすると更新情報を逃さずチェックできます。スマホの方は画面下の動画説明欄からどうぞ。またツイッターでも更新情報をつぶやいてますので、ぜひぜひそちらのフォローもお願いします。それではまた、バイバーイ。